前回の優しく学ぶ電気工事シリーズでは、照明器具の記号について、いろいろ勉強していきましたけれども、今回はですね、コンセントの記号のルールについて、お話をしていこうというふうに思います。で、まず、コンセントの図記号なんですけれども、まあ、よくあのちょっと勉強したことある方は、これだよねというふうに意識されてると思うんですね。 でえーまあ、正解ではあるんですが完全な答えではないんですねで純粋なコンセントの記号って言ったらこっちなんですよ丸印に縦棒2本、まああのー、刺す穴だと思えばいいんですけどもで照明の時にお話をしたんですけど何も塗ってなければね黒とかって塗ってなければ天井付きっていう風に話しましたよね つまり基本記号のままだったら天井付きだよってことなんですよ。だから、純粋なコンセントの記号って実はこれで何も黒く塗ってないから天井付きなんだよってことを表しています。そうすると、はい、この記号というのは、はい、黒く塗ってあるんで、これ照明と同じで壁付きなんだよってことを表しています。まあ、これがまず一つ目のルールですね。で、次に、 コンセントというのは、100V 用だよとか、200V 用だよとか、いろいろ電圧の区分がまずあるんですね。で、そこで一つ目なんですが、何も電圧が書いてなければ、100V 用のコンセントだよ、っていう意味になってます。何も書いてなければ 100V 用なんだよと。となぜかっていうと、 え、記号の基本的なルールでね、たくさんあるものはなるべく簡単にする。一番簡単な記号、書かない。ですね。で、皆さんの身の回りにたくさんあるコンセントってもうほとんど1 0 0ト用なんですよね。だから何も書いてなければ1 0 0ト用なんだよっていうことになります。で、次に、定格電流。何も書いてなければ1 5ア用なんだよ。 っていう風になってます。ということでね、実は、単純に図面の中でこれだけ書かれてたら、あ、コンセントついてるじゃないんですよ。すごくいろんな情報が入ってて、この中にはね。まず、えー、この記号だけってことは、コンセントは1 0 0ボルト用のコンセントで、定格電流は1 5アンペアなんだなと。 で特にそれ以外のオプションとかも何もないんだなっていう非常にね深い意味があるんですねでここで皆さんに改めて復習なんですがさて 100V 用のコンセントってどんな形だったっけなということですよねでちょっとね実際に過去問の写真で見ていきますがまずね、はいえー、皆さんのよく知ってる 100V のコンセントってこれなんですよね 縦棒2本なんですよ。これが1 0 0トなんですね。で、それに対して、えー、電圧がね、書いてあったら、例えば2 5 0トとかって書いてあったら、まあ一番最後に話す特殊なのは覗いてね、2 5 0トって書いてあったら、それは2 0 0ト用なんですよ。で、2 0 0トになると、穴の向きが変わります。まあ え、ちょ、ちょっと、こう書いてるから、縦って,て、横って言ってたらいたいんだけど、穴の向きで違うの分かりますこれ。横向きになってるんですよねこれね。で、これはなぜかっていうと、電圧が違うものを間違って刺しちゃったら、非常に危険なんですよ。一番怖いのが、100V 用の機器なのに、間違って 200V 刺しちゃったら、電圧が2倍ですから、もう一瞬でバーンと壊れちゃいます。非常に危険です。だから、間違って刺さらないように、 なってます。これが 100V と 200V の違いですね。まあ、正確な記述としては 100V 用は 125V、200V 用は 250V と書かれております。これが電圧の違いですね。で、次に、定格電流による違いをちょうどこの図で見ていきます。まず、この刃のコンセントっていうのは、まず電圧が 200V で、 えー、定格電流がこれ15アンペアなんですよ。なぜかっていうと、この穴の形がまっすぐになってますよね。まっすぐになってますよね。で、それに対して、イのコンセントって、片方の穴がこうやって曲がってます。これ実はですね、20アンペアまで使えますよっていうコンセントなんですよ。なので、穴がまっすぐだったら15アンペア用。曲がっていたら20アンペア用。 覚えると良いと思いますちなみに 100V も同じであります、まあ、実際に、ね、100V のコンセントについてもちょっと穴の違いを、ね、見ていきますけども、はいまあ、ちょっと、ねあのー、オプションもついちゃってますが、はい、これ 100V のこれ 15A ですね穴がまっすぐだから で、これが2 0アだとこういって穴が曲がります。で、ちょっと、えー、余談なんですけども、この形ってね、1 5アと2 0ア共用なんですよ。え、つまり、このコンセントは2 0アまで流せるんだけど、まあ、電流に関してはね、えー、台は小を兼ねるっていう考え方もあるので、はい。こちらについては15、1 5ア2 0ア共用2 0アのやつも当然させるし、 15A のプラグも使えるんだよっていうことになってます。はい。それでは次に別の記号のルールについて見ていきます。はい。今度それ以外の記号ということで、まず2とか3って書いてあったら2口、3口という意味を表してます。まあこれ何のこっちゃねってことなんですけども、ちょっとね写真を見ていきますね。 はい。二口ってなっていたら、このように穴の数が二つになってます。まあ、多分皆さんのご家庭のコンセントでこれ多いんじゃないですかね。100V で 15A で二口ですね一。一箇所につき二つ穴が開いているもの。で、もうちょっと爪詰爪め詰めになって穴が三つになると、例えばこの辺にまた追加されて、三つになると三つ口ということになるんですね。はい。では、次ですが、 一回また戻りますね。今度、LK というのがあって、これ、抜け止め型と言います。ロックの LK というふうに覚えていただければいいと思います。これ、普通のプラグで使えるんですね。またちょっと後で写真見せますけども。で、えー、ちなみにちょっと変な話なんですけど、抜け止め型って差し込んで回すタイプなんですね。じゃあちょっと写真見せますね。 はい。これが抜け止め型なんですよ。抜け止め型。多分見たことある方多いですよね、これね。あの、オフィスのパソコンとかで挿してるコンセントってこれになってて、普通のプラグ差し込んでクイッて回すとですね、ロックかかって抜けづらくなる。あの、あのちょっと無理やり抜くとね、抜けちゃうんですけどね、これね。はい、これが抜け止め型なんですよ。で、それに対してね、絶対に抜けないようにっていうのがあるんですね。 それ、引っ掛け型って言います。ちょっとね、写真がないんですけど、覚え方としてはですね、えー、まぁ、あ、罠、罠とか、まあ引っ掛かるトラップってね、言いますけども、トラップの T と覚えればいいと思います。で、これ、穴がですね、まあ一箇所がこうやって、なんか、か、か、えー、書いてあってですね、専用のプラグを刺すんですよ。えー、プラグ自体にも、刃の、歯が一個ですね、こう、鍵爪めみたいになってて、それを刺し込んで回すと、 ま、要は、この辺で引っかかるわけですよ。引っかかるからも、これ絶対抜けないですね。これが、引っ掛け型と言います。違いは、引っ掛け型は、専用のプラグが必要です。これが違いですね。まあ、工場とかで絶対抜けちゃやばいような機器にね、この専用のプラグ使って、クいって回して引っ掛けるようなものをやってるかと思います。これ、引っ掛け型ですね。ちなみに、あの、引っ掛け型って、問題で写真で出てきたことはないですね、今んとこね。はい。 じゃあ続いて今度下、コンセントの脇に E、E と書かれてたらこれはですね、設置局付きです。これアースの E です。E だと設置局になります。で、ET になるとこれは設置端子付きになります。これアースターミナルの略です。で、これ実際ちょっと写真を見ていきますね。 はい。まず、設置局というのはどれかというと、このイの写真でいうとですね、この人の口みたいなところ、ここが設置局です。これが設置局です。それに対して、歯の写真、はい。こちら、あの、皆さんご家庭で、例えば洗濯機とかのコンセントなんかこの形になってると思うんですけど、 これ、ここにアース線差し込んで、こう、ネジ止めするんですね。この部分が、端子です。この部分が、端子です。この部分が、端子です。例えば、設置端子、オンリーとかもあるわけですね。はい。ちょっとこちらなんかそうですよね。はい。さっき見せましたけど、これ、設置端子ですね。 はい、で、えーロの、ロのコンセントの場合、これ ET になるんですよね、例えば、えー。コンセントの記号で言うと、ロのコンセントの場合は、これ ET となるんですけど、2の場合って、設置局がいて、下に端子もいるんで、端子もいるんで、これね、記号で言うと、 EET ってなるね。設置局、設置端子付きのコンセントっていうことになります。ぜひですね、皆さんこの設置局と設置端子、この違いは重要なので、しっかりと押さえておいていただければと思います。では、続いて。照明の時にも出てきましたが、WP ってつくと、防雨型、ウォータープルーフです。 ウォータープルーフです。で、これ実際にどういうコンセントなのかっていうのをちょっと見ていきますね。防具型です。はい。まずシンプルな防具型がこちらであります。どうでしょうあの、ベランダとかにコンセントある方はこれ見たことあるかなと思うんですよね。で、これちょっとカバーがついてるので、上からね、雨が降ってきても、あちなみにこれ横じゃなくて縦につけますからね。 雨が降ってきても、えー、カバーがついてるんで、水が入りづらい。防水ではないですよ、これ。防雨型ですよ。ちなみにこれって、このコンセントの口は下向きになるんで、ほぼ確実にね、抜け止め型になってます。これが防雨型です。防雨型です。で、ちなみにちょっとね、防雨型は注意が必要で、設置端子が分かりづらいんですよ。この防雨型は設置端子がないタイプ。で、 設置端子があるタイプになると、はい。この写真のようにですね、この右下のこいつ、これが設置端子なんですよ。さっきとね、形が違うんで分かりづらいなと思うんですが、たまにね、棒型が並んでて、設置端子があるタイプとかないタイプとかはね、あったりして、ちょっと見分けがつきづらいんで、この右下のこのポッチが設置端子だと。 いうふうに覚えておいてください。では、最後です。記号として、このようにですね、今までの総称みたいですけど、まず E と書いて、これ設置局付き。で、3P、これ3極って言いまして、この P はですね、ポールって意味です。で、それに対して2 5 0ト で、どうでしょう。電流については書いていないので15アンペアになります。で、こうなるとですね、三極15アンペア250ボルト設置局付きのコンセントってなりまして、このコンセントって3層の200ボルト用のコンセントになるんですね。で、ポイントがあるんですよ。このコンセントでこのコンセントって絶対に 住宅とかにはついてません。住宅とかにはついてないんですね。あの、3層の200ボルトって非常に危ないので、えー、住宅には使えないんですよ。要するに、あの、まあ、ちっちゃい子供とかがいたりするか、ちっちゃい子供とか、えー、お年寄りとかがね、本当に電気についても全く危機感というかね、その危ないやっていう認識がないような立ちの方もいっぱいいらっしゃるんで、危ないんでつけられないんですよね。 工場とかだったら別にいいんですよ。あの、ある程度専用の、専門の人がいるからね、いいんですけど。住宅とか、住宅兼店舗みたいなとこには、この3層の 200V は使えないんですよ。で、実際写真で見ると、どんな感じかっていうと、はい、えー。平成30年の問題で、それが出てるんですね。しょ。はい。このコンセントの一番右のやつです。一番右のやつ。 はい。こいつが3層用なんですよ。だからこれはね、絶対住宅にはないんで、ないんで、えー、覚えておくと良いと思います。で、それ以外にもですね、フロアコンセントとかっていうのもあったりもします。まあ、この辺についてはですね、えー、問題やっていく中でいろいろ勉強していただければと思います。で、コンセントについては記号をですね、いろいろ組み合わせてきたりするので、 結構ね、あの、勉強する必要があるんですね。はい。まあ、コンセントの問題、かなりの高確率で出るのでね、ぜひ、この、えー、記号とか、あとは、写真とかですね、えー、ぜひ、覚えていただければと思います。それでは、えー、今回の、えー、解説については、ここまでとさせていただいて、えー、次回はですね、またちょっとスイッチについて少しお話をしようかな、というふうに思います。 はい。それでは、えー、今回はここまでとさせていただきます。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。